よし、行くか。で、どこに、あああああ、え、それ反則じゃね。おい、おい、それは反則じゃね。よし、くそ焼ききのこ。くそ焼ききのこ。ひどいミラ、もうミラ、そんなこと言ってるね。ミラ、ミラ、ミラ。おい、マジでスキップすんなって。今そんなこと言ってみら。我らが討伐隊は、監視砦のリーダーであるプラー様の命を受け、浮上したハイラルの下にいて、ゼルダたちの捜索を行うことにした。様が抜けた。ゼルダ様。ゼルダたちの何様だよ。何様だよ。北京には、正気の、正気も確認されている。正気も確認されている。捜索に臨む隊は、各自身支度を忘れのこと。隊長ホスタ。ミスター、ミスター隊長ミスター。ミスターやめろ。4の数字になんかむっちゃ過剰反応してそう。よし、行くか。グリ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 。なんか変な道から行くのやめてくれる、毎回。こういうところに宝箱。なんか赤くない？やっぱ赤いんだよな。やっぱ正気が漏れてんだな、この辺。なんか、ここら辺やっぱり残りがか。ここ赤い。ここ赤いの？お？あ、これ飛び込み。でも飛び込んだら戻りづらくね。待って、なんか。投げるような岩。一回、試しにやってほしいことがある。これ乗ってる間に、巻き戻しってできる？乗ってる。ここに乗ってる時に？うん、巻き戻し。あーでもちょっと今やらんほうがいい、今やらんほうがいい。だからいけるな。でもこれにさえ乗れたら OK っぽい。なるほど。あ、先端をかけさせるんか。そう。なるほど、それは天才だわ。いやでもそれじゃ落ちなくないか。だからもうちょっとこう前に出さないけど、あんまり出しすぎたら木が全部死んでしまう。ちょそっちに転がすの。ふっふっ、うわ止まれ。あ、そっち戻れクリス。この野郎。やっぱりそっち側、そっち側じゃない？向こう側に。あ、いた。あ、なるほどな。あ、でもまあこれでいけるかな。斜めらしたら固まるか。うん、固まった。こいつ今危ない。歩き方がこれで先端に乗ってまともに歩けるの辛すぎる。ここで先端に乗ってそれを取る。アクションゲームになるけどな、ここマジで。これをだから外した瞬間に俺はそこにこっちに移動せないけんのよ。うわー、くそー。いや、とりあえずそれをそれに乗って、そうそう、その前あたりに乗って、で、これでこれ戻る。どう戻る。大丈夫これ。行かれた。おーい、おもろすぎ。どういった。もう一回遊べる。もう一回遊べる。まあ上から落ちてきたもん、うん、もう一回だから乗れさえすればもう一回遊べる、うん、よし。OK。 すごいな、反則やろマジで。これてかこれ戻ってる最中にそっちにダイビングするとか。あ、なるほど、それありだな。あ、キャンセルキャンセルキャンセル。一回下に沈んじゃうから。そうなんだ。
そう、ここの沈んだ瞬間に足場から 100% 離れるから、それを考えてちょっと予測で立たなきゃいけないんだよ。よっ、立った。おお、ダミーが、あー、くっそ、惜しい。あー、惜しい。おー、怖い怖い怖い。ここでちょっと飛んどきゃーか、動きやばいよ。うわー、うおー、いけるいけるいける。あー、ダメか今の判定。もうちょっとやな。うん。なんでこんなおもろい。え、こんなしょっぱながらおもろいゲームは。いいよ、おい。えん。あー、今ちょっと高さが足りんかったな。まだやろうとしてる。まだやろうとしてる、それはもう。気合で。ガビガビになるまでやろうとしてる。ガビガビになるまでやろう。リンクガビガビになるまでやろうとしてる。お。あー、角度が悪い。綺麗に戻る。こうやって落ちてきてた。しかも今丸太大回転しとったから、これ無理なんじゃねえの。ここなら戻れ。あー、ちょっと遮蔽物があるから、もうちょっと、そう、そこやな。あれ、ない、戻れない。おいおいおい、あ、いける、そこならいける。何の違い、何の違いだ。何の違い、厚みが違うんか、わからん。何の違いだったんだ。あー、大丈夫か。いやー、あーあああああ、またいすったもん。あ、いけるのでは。うわー、バカ。これ多分、あ、そっちの、もうちょっとそっちの崖の、そこのなんかくぼみ、そのくぼみの方がいいな。よし、くぼみっていうか、なんか先に乗ってるけど、あー、ちょうど、あー、もう完璧。よし、勢いでいけ。おお、ギリギリだった今。難しすぎん。ほんまに。てけん。よし、戻るか。マジでこれにどんだけ時間かけてんの。よし、もう本題。行くぞ。はい。お城に行く。もう疲れたので。あー、バカだろ、マジ。これ、これに。これだけで疲れた。字幕だろ、ただな、マジこれ。言っとるわね、今日。俺がネタ担当なんだけど。これ、あれか。つってるやつだよな。言うたな。そうだ。ネタにしても、ちょっとガビガビになるまでこすりすぎやって。ガビガビになるまで。あ、待って、取れないのやばい。誰、今ここはゼルダ様とリンク殿の捜索のため限界態勢中だ。勝手にうろちょろ。リンク殿、これは失礼しました。戻っておられたつゆ知らず。となると捜索ももう不要で。もう片っぽ見つかってねえだろ。とにかくは、この道の先にある三の丸の門頭で指揮を取られている。ホスタ隊長、あ、ホスタ隊長。ミスター。いや、マジで、どうなってんこれ。ここら辺は大丈夫なんだな、一応。ああ、そこは前入れたやろ。んで、ここ、じゃないか。まあ、話しかけりゃいいじゃん。違った。シャークス。シャンクス。シャンクス。リンク様。いや、そんなわけないか。この先は立ち入り禁止です。ゼルダ様たちの捜索と関係ない場所には不用意に立ち入らぬようにと。ホスタ隊長から申し付けられております。どうしてもというなら隊長の許可を取ってください。この道の上にある三の丸の門頭にいらっしゃると思いますので。なるほど。あ、でも行けねえんだ。行けねえんだ。まあでも城行ってるのにどうやって行けって話だよな。それもお城の一部ではあると思うんだよな。そこかな。その人か、どの人かわかんねえんだよ。なんだこのハゲ。すげえ顔してる。なんだこの顔。ここはもう調査済みだ。残念だから、姫様の手がかりなかったよ。しかし、お前、リンク殿にそっくりだな。ホスト隊長が見たら別個して、スタンド丸の元から落ちちゃったやつだな。なんだこいつ。なんだてめえ。なんだてめえ、マジで。でも、ここなんかあるかな。あ、盾ある。盾もうない。錆びたやつばっかり1個すりゃいいよ。うん。よし。あ、これ宝箱じゃないのか。拾えや。拾えんかった。ああ、こいつか。普段の入られちゃってめっちゃ寂しいな、なんか。なんか前が騒がしすぎてなく。エルイグ、君もゼルダ様捜索の手伝いに来たのかい？俺たちも同じだよ。ここにいるのはみんなゼルダ様に世話になった者ばかりだ。少しでも何かできないかと思ってここまで来たんだが、本当にいる隊長さんがなかなか降りてこなくてさ。まあ、こっち側勝手に押しかけてきたんだし、いつまでも待つかよな。ここ三の丸かな？もう俺の位置的に見づらいっていう。三の丸。ここ三の丸だな。三の丸だな。あれは、あれはプレル。やっぱりここら辺にある武器も朽ちてるみたいだし、
箱折れしてない無傷の武器はもうこの世にはないのかな。朽ちた？あ、なんだ、新顔か。天変地異の時に剣や槍、両手剣なんかの武器がみんな急に朽ちちゃったんだよ。あ、だから全部朽ちてたんだ。なるほど。朽ちてない武器なんかいろんな地方に行ったり行って探したりもしたんだけど、どうやらこの世の全てにある武器がダメになったと見ていいだろうな。修理も難しいだろうし、やっぱり武器は補強して使うしかないか。あ、なんか補強して使う手立てがあるのかな。もうビルドするしかないんやな。なるほどね。斧なんだよな。斧やな。違うな。斧最悪燃やしてもいいんだよな。なネタはね、俺でいい。お前は遊んでダメだ。あ、いや、なんかいけた。あ、いける。違法入国してないかな、これ。違法入国ではないけど。あら下がっちゃった、ごめん。下がれるんだ、これ。めちゃくちゃすぎる。めちゃくちゃやな。もう操作方法がな、他のゲームと全然ちゃうけ。ちょっと待って、終わったな。終わったな。そうです。この辺りの捜索は終わって、次の指示をもらいに来たんだけど、ホスト隊長、ピリついててちょっと近づきにくいんだよな。なるほど。いかにも隊長っぽいやつだ。もっと早く探せ。すまないが、今飛び込み中。ええ反応する。リンク殿。リンク殿でお間違いないですよね。ご無事で何よりです。では、ゼルダさんをご一緒なんですね。いやー、よかった。二人とも無事で、これでひとまず安心。実は、え？一緒に帰って来られたわけではなく、ゼルダ様の声、我らと合流して捜索を。なるほど。少々混乱しておりますが。ともかく、我々はゼルダ様を引き続き捜索すればよろしいのですが。リンク殿に合流していただければ、これほど心強いことはありますまい。我々はずっと捜索を続けてますが、ここは消去は多く、思うように進めなん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 で。正気の沙汰でない。ほほう、ホスト隊長。ゼルダ様が。おるやん。ゼルダ様、ご無事で。どっか行くでこいつ絶対。ふわー。え、どっか行った。なんかこの謎のワープ機能を持ってるな、ゼルダ。え、な、リンクのもう見られましたよね。ちょっと見えなかったな。ちょっと見えなかったな。ミニゴミが入って、あの西日が眩しいわ。ゼルダ様が光になってどこかへ飛んでしまわれていたの。なんという不可解。いや、一大事ですぞ。なぜゼルダ様が我々の呼びかけに応えず立ちされた。このことは一刻も早くプロア様にお知らせするべきかと。こうなっては我々も撤退いたしますが、大所帯ゆえ少々時間を要します。ゼルダ様のことをプルア様にお伝えいただけないでしょうか。なるほど。しょうがねえな。じゃあワープするか。ワープできるか、これ。ワープできんのか。ああ、まあ、ここまでならできるか。あっちだよね、確か。うん。あ、やべえ。毎回使い切っちゃうんだよな、癖で。よし、行くか。ちょっと待って。ちょっといいかい。いいよ。ちょっと寄り道していいかい。こっちだな。大丈夫か。待って、あ、でもこのまま解除したら、うわおはははたこのままやるのは、あ、そこでいいわ、うん、そこでそこで。だってなんか、あ、これジャイロなの。ああ、だからやりにくかったんだ。よし。え、で、こうやって、バランス、オッケー。いや、そんなめんどくさいことやったら、その台から行けばよかったみたいな。いや、そうやったかもしれんけど、ちょっと、めんどかった。そうやって行く方がめんどいよ。これ多分間に合わんぞ。連続仕様も考えてない。あ、なるほどね。これ連続仕様。クールタイムなさそうやから、今回。あれ？え？つんだくね、これ。いや、でも途中で、このままちょっと持ってみ、持ってみる。おぉパッパッパッパーク痛えわ。何にもねえじゃねえかよ、持ったところで。
ひどかったな、今。ひどかったな、ちょっともうこれは。なんかあるかと期待したやろ、あれ。さて、もう行ってきたんだけど、おかえりリンク、どう？何か分かった？カクカク、違う違う。え、ゼルダ様がハイラル城から光になって飛んでったんですって？本当はあなたの話は、いつも私の想像を遥か上を言ってくれるよね。まあまあ、でも、その目で見たってなら信じるしかないけどね。なると、創作の手を変えないとね。姫様がどこかに飛んでったって言うなら、今各地で起こっている天変地異を調べるとか、ちょうど気になっていた場所はいくつかあるのよね。きっと調査の過程で姫様の足取りもつかめるはずよ。そうだ、あんたプラポッタ持ってたよね。ちょっと見せてみなんかちょっと古ぼけたような気もするけど、まあでもしっかり機能はしてるよね。マップマップ、あごめんごめん、プラパッドでハイラルのマップ見ようと思ったんだけど、マップ登録に使う眺望台がまだ準備できてないんだったわ。え、そんなのがあるんだ。女子は眺望台の今の状況は、材料足んないとか言うんだろ。外観は完成してて、なるほど、なんかすごそう、すごいハイテクテクノロジー。あ、ワープ装置の最終調整がまだなんです。ワープか、まあそのぐらいならすぐ対応できるかな。ごめんリンク、急いで準備するけどちょっと時間もらえる？あんたも疲れてるだろうし、その間ゆっくりしてくれよ。この砦は避難壕という居住区画があるの。無料のベッドやキッチンなんかもあるから休むには持ってこいよ。詳しいことは、その中央に立ってる避難壕の門番に聞くといいわよ。なるほど。あと身支度ならムベさんムベさんの店に行くといいわ。デムさんに見えた。デムさんは草。違うな、それ。私は、消防台の方にいるから、出発する準備ができたら声かけてちょうだいな。さあ、女子は、いよいよ消防台を動かす時が来たわよ。ワープのとこは私がやっとくから。女子は、スイッチ、チェッキーね。なるほど。まだやってんのか、それ。はい、プラ先生、女子は頑張るのです。なるほど。変わらんな。マジで変わらんな。あのおっさん、あのおっさんも変わってんねんな、マジで。あのおっさんこそ何も変わってなかった。マジで。1ミリも変わってなかったもん。あのおっさん不死身か、マジで。あ、なんかいろいろある。ほん、あ、リンゴ。あ、不審者装備だ。あ、不審者装備ある。え、これ買っと、いや、でも買えるか。今ちょっとお高いんじゃない？さあ、らっしゃい。はじめましてのお客さんね。ここは監視砦で唯一のお店だ、だわいさ。見た目は警護士らいだけど、故郷でも、よろずやをやってたから、品揃えには自信があるんですね。今後ともよろしく、なんだわいさ。買い取ってー。まあ、買い、もう、故郷聞く。うん。聞くか。故郷は、魚富、あ、魚富村か。ここか。行ってないな、俺ら。あの、前世の記憶。前世の前世。前世の前世で行った。前世の前世の記憶がある。故郷は魚富村さね。最南端の村って呼ばれるぐらい、ずーっと南の端っこにある村なんだ、サバヤさん。やろららちゃい。でも、ある日、海賊ありたけの夢を、かき集め、ってってる。それじゃねえな。多分、クソヒゲの方。クソヒゲの方。クソヒゲの方が。多分、クソヒゲの方。多分、クソヒゲかよ。あたいは村で、よろずやをやってきたんだけど、とにかく、売り物を抱えて逃げ出したのさ。今、一体どうなってるのか。でもいつか戻れる日が来ると信じて、今は商売頑張らないとだわさ。欲しいもんは直接選んでほしい、教えてほしいさね。他にも言おうかね。あ、買い取り、なんか売れるもんあったっけ？うん、鉱石持っとったら何個か。これ装備は？まず頭から変える。やばいす、うん、あー、頭変えるね。よし、来とくか。なんか違うな。これであと、体も変えやでいいわ、ちょうどいいわ。そうな。よし。帰ってきた不審者。帰ってきた不審者。足は大丈夫かな、まあ、足ってか、今の方が絶対いいって。防寒もついとるからさ。ああなるほどね。じゃあもうとりあえずスルーでいっか。あと、矢買ってく？いや、今はいい。だいぶ持っとるはずやから。オッケー、じゃあ。むしろ、飯がいい。飯、これ買っとく？いいよ。オッケー。で、もう一つなんかベッドあったよな。ベッドはいいか。いや、もう休んで終わるか。休んで終わる、もう終わる。いや、もうって何時間よ、今。え、結構やってたっけ。もう2時間来るんじゃん。マジか、じゃあやめとくか、これ。とりあえずその中央のおっさんに聞いて、ベッドだけ、場所だけちょっと。いや、でも、そう、この人の話聞かん、話だけ聞いとかん。ああ、うん、とりあえず話だけ聞いとこう、最後。これがこれで、いや、こっちがそっちか。よし、完了。なるほど。あ、違う。あ、なんか見慣れた装置がある。あ、リンク、水たこ終わった？ちょうど私の方も調整が完了したところよ。
これでワープ装置も動かず、いや、あとは、ん？おーい！女子は、そっちが準備ができたらスイッチお願い。はーい！えーい！えーい！えーい！お？絶対やばい装置なんだよ。ペッ！あ、折れた！あ、折れた！おぉ、なんか光が出た。なんか、絶妙にパリピやな。オープン。オープン。めっちゃなんか飛ばしたな。ピカーン。おう。お、いろいろなんか出てきた。あ、なんか衛星的な。あ、これで、あー、シーカーストンの代わりか。シーカータワーの代わりか。顔やるよ。クラー先生、他の場所も、眺望台も大丈夫そうなんです。まぁ、手動で確認しっけっていう感じか。まずは、クラーパッドをそこなく端末にかざしてみてくれる？あ、これで、確認か。グイーン。お、ワープポイント。なんか、親の顔より見たワープポイント。もっと親のワープポイント見ろ。もっと親のワープポイント見ろよ。これであんたのプラーパッドにこの帳簿台が登録されたから、ワープも使えるはずよ。なるほど。ワープっていうのは登録した帳簿台を台座の上にいつでも持つってこれる装置よ。どう？すごいですよ。おう、そうですね。まあ、便利ですね。でも、その眺望台のすごいところはここだけじゃないわ。眺望台の本来の役目は測量、つまりマップを作ることなの。マップは眺望台を使ってプラパッドを直接地形をスキャンするだけ。ねえ、すごいでしょ？でも、マップスキャンするときにパラセールが必要なんだけど、あんたほど上手に扱える人がいなくてさ、だからもう、まだ一度もテストできてないの。だから、はい、これ！きたー！やったねー！これで落下するそうだ。本当に、マジでバカみたいに。苦しめられた。本当に。まずはテストしちゃうね。ちょっとそこの柱台から試してきてもらえないかしら。なんか、不安なこと言ったぞ、今。私は、研究棟から観察されて、させられるものが、テストキス試験が終わったら、ゼルナ様の創作の最終打ち合わせよ。まずは異変の場所をマップに登録しないとね。だからちゃんと戻ってきてよ。口が回らんない今日なんか。マジで、回ってない。やめろ！おい、嫌な感じする！やめろー！やめろー！やめろー！え？なんかつけられた！おい、やばいって！やばいってなんか！おい、やばいもんつけられた！もしや。はめられた！飛んだ！カタパルトタートル射出！射出！来た。これパラセール飛べばいいの？今操作受け付けてないんだよ。うわ。うわ！そんなんでいいの？そんなんでいいのかよ。楽だな。めっちゃ雑だな。結構アナログやね、やり方が。リンクも冷静よな、こういう時。地上周辺マップを登録しました。地上の周辺マップか。空。続いて空の周辺マップも登録しました。へぇー。なるほど。さあ、あとは戻るだけだ。よし。ダイブするんじゃん。ダイブな。ぶつかる直前で傘開けばまた。そうやな。ダイブできる。パラセールチャレンジ。おう。おぉ、うまっ！うまかったー！めっちゃうまかった。今のどう考えても死ぬけど。どう考えても死ぬよな。今のはどう考えても死ぬけど。これがハイラル人のなせる技か。一瞬でも開けはセーフらしいわ。スーパーハイラル人のなせる技な。もう話終わって終わっとこうか、これで。おかえり、いい飛びっぷりだったね。さすがリンクね。で、どう？ちゃんとマップスキャンできた？うん。ならよかった。これなら、これからの調査にはマップは必要不可欠。眺望台は世界各地に設置してあるから、自由に使ってちょうだい。で、ここからが本題よ。天変地異が起こっているのはここだけじゃない。今、ハイラル全土で異変が報告されているの。ちょっとマップを見せてくれる？
おーい。はあ。まずは北西、あ、ここから最初なんだ。地形は変わってないんやな。まずはここから北西にあるヘブラ地方。次はここから北東にあるオルディン地方。え、ゲルド地方は急に行くんだ。そしてここから南西の方にあるゲルド地方。最後にラレール地方なんだ。いや、ん？まあ、最後じゃねえと思うけどな。これ適当に順番言ってるだけだと思う。異変を調べることで、デレダ様への手がかりがつかめる気がするんだよね。そういえばプラー先生、これは噂ではありますが、北西のヘブラ地方にあるリトの村でゼルダ様の目撃情報があったって聞いたのです。噂か、噂か。本来なら不可欠な噂に振り回せるようなんてあってはならないんだけど、今はさら噂今は噂だって貴重な手がかりの一つだもんね。そうだリンク、ちょうど新聞社の方にもゼルダ様の捜査協力をお願いしてるの。彼らほどハイラルの情報を持っているところはないからね。新聞社は離島の村の手前にあるから、近くに行ったらそこで編集長に会っておくべきね。きっと力になってくれるはずだから、うん。新聞社とかあるんだ。私も引き続き天変地異によって引き起こされた落下遺跡や深穴、あとは人の出入りが多い集落なんかを調べて姫様の手がかりがないか探ってみるわ。だから異変の調査は頼んだよリンク。デルダ様は必ず私たちで見つけ出すんだからね。なるほど、仲良いな。ごめんなさいなのです。女子は不可な操作な答え。で、ロベジーに急いで相談したいことがあるのです。また会ったのではないです。なるほど。不可な。アビス。アビスだね。まずはリトの村方面だな、最初は。そうだね。ぽいね。まあ、最初はリトか。いいね。とりあえず、まあ今回はここで終わりにしとくか。それでは今回はこれで終わりにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。バイバーイ。あ、間違えた。お前、殺意が高い。城に向かって撃つな。